足立しか目に入ってないんだろうね。多分。僕一番笑ったのはあのエレベーターで、うん、後半のエレベーターでずーっと足立を見てるみたいな藤崎さんとの3人の関係の時のエレベーターの、はい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 、あそこの黒沢の見つめ方がすごい絶妙で面白かったなっていうのが、あれもね、はい、なんか台本上でねこう目が合うみたいな、はい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 、になってたから、はい、あれだけどちょっとね藤崎さんもねこれを見るって、でしかも多分藤崎さんがいて足立がいてっていう、うん、で黒沢がこっちから見ててっていう、はい、あそうですね、こうなってるけど、はい、足立を見ると漏れなく藤崎さんにもその見てるのが絶対にバレるっていう絶対にバレるんですよねだけどもう、はい、あの足立しか目に入ってないんだろうね多分あ僕一個ありますうん、あのまあこれ NG テイクにはなるんですけど、うんうん、あの嫌じゃなかったよお前のキスみたいなところあるじゃないですか、はい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 、屋上のところね、はい、うん、あそこ僕ずっと嫌じゃなかったよお前とのキスって言っちゃってて、そうそうそう言ってた言ってましたよね、言ってた、キスしたのみたいな風になるから、うん、ちょっとここは直してもらっていいですかみたいな俺もそれ聞いて、はい、動揺した、あ、黒沢としてあれみたいな、はい、よりあれみたいな、いろんなことが一気に、はい、なんか脳内を巡ってん、はい、んなってましたね、あったね、そこは印象的だったなって、あった、はい、俺何個かあるんだけど、はい、まあちょっとずるいけど1番と、はい、あとちょっともう一つだけいい、ああはいはいはい、1番は、はい、やっぱりあの告白したところかな、あやっぱりそうですよね、お前のこと好きなんだっていうところ で、うん、ですごいあの脚本もあの素晴らしいし、まあ、原作もそうだったんだけど、うん、今までこう足立とかって呼んでるんだけどそこだけお前ってなる、そうですよね、なんかそういうのもなんかすごいこうなんていうの、黒沢なりに感情が巡りすぎて、うん、あの普段だったらもうちょっと余裕持てたのに持てなくてそういう言葉を発しちゃったのかなとかいろいろ考えると、はい、すごくなんか深いし、まあ意味あるし、それを言うってことがどれだけのことなんだろうっていうのを考えて、すごいやっぱりたくさんのこと考えたから、あれはすごいやっぱり印象に残ってるし、7年間のあれですもんね、うん、それによってやっぱり足立もこうやっぱ反応がすごく変わってくると思ったから、うん、